おはようございます。ティラット回します。今回やっていくゲームは将棋ソフトです。私ですね、小中と将棋をずっとやっておりました。そのね、力はね、多分ね、覚えてるもんはね、劣れやんと思うよ、こういうもんはね。まあ将棋自体はね、一時ね、ニュースにもなって、まあ、バーって人気になったけど、その後誰もね、話題になることなく、バーって話題終わったな。最近その人の話題もしてないからな。というわけで今回、この将棋ソフトをね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。開始。どんなゲームなんだ？あ！あ、すげえ！実写だ！なんかすげえ実写感。じゃあ僕5手でいいっすよ。別にあなたと使われどうぞ。あ、すげえ！こんなんあるんだ。おお、いいぞ。これ、RPG 作るでこんなん作れんの？ RPG、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。これ違うじゃん。負けました。いや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 。いや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 。じゃあ今度は先手で始めたいと思います。そうすれば自分が絶対駒を動かすってことだからね。はい、先手で始めますよ。まあ飛車からね、ちょっとね、僕の戦術を簡単に説明しますと、やっぱりね、ちょっとブレとるぞ、しかも。おい、バン。おい、しかもなんかバンのさ、写真ちょっとブレ、振り駒。まあ、これあれですね。振り駒で、まあ、先手後手を決めると。やってみたいと思います。あ、僕は後手か。あ、見たことあるよ。この感じ見たよ。これ見たことあるよ。もう多分次バレるぞ。対局準備中始まって終わるぞ。みんな、3分の動画になっちゃいましたけど、本当にね。はい。ごめん。やっぱ今日、都合悪くていけないわ。不戦勝。